北日本や北陸の山沿いではここ数日の大雪で積雪が1メートルを超えています。今日も日本海側は大雪に警戒が必要です。ご覧いただいていますのは青森市内の映像です。日本列島には先週の後半から12月としては非常に強い寒気が次々と流れ込み、日本海側を中心に大雪が続いています。午前9時現在、青森県の酸ヶ湯では119センチの積雪、青森市内でも63センチの積雪となっています。また風も強まっていて、北海道の西部では所々で暴風雪警報が発表されています。明日朝までに予想される雪の量は、北陸と東北の日本海側で50センチ、北海道で40センチとなっています。この雪の影響で JAL517 便、10時5分、羽田発札幌行きなど、札幌便や富山便などに欠航が出ています。大雪は今日峠を越えて、全国的に続いていた真冬のような寒さも、明日以降は徐々に収まる見込みです。